羽生ゅうさんの2.26東京 D 公演、世界の映画館でも生中継、香港、台湾、韓国で実施決定。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。プロフィギュアスケーターの羽生ゅうさん、28、が2月26日に東京ドームで開催する、イアーラハニーアイスストーリー2023、ギフト。 アット東京ドームサポーティドバイユキハダ星が、香港、台湾、韓国の複数の映画館でライブビューイングされることが3日、同イベントの公式サイトで発表された。同イベントについてはすでに、日本全国の映画館でライブビューイングを実施すると発表していたが、世界規模での実施となる。スケーターとしては史上初となる東京ドームでの単独公演、演技の構成などを含む制作の葬式をハブさんが自ら手掛けており、 一日には音楽プロデューサーとして竹部総司氏が音楽監督を担当することが決定したと発表していた。コメント。ハブ選手の演技に魅了され、お金を払ってでももっと演技を見たいと思う人がワールドワイドに存在している事実がますます明らかになり、ファンの一人としては嬉しい限りです。しかし、 現役時代のジャッジには一番多くの観客の目に正しく美しく見えるものより違うものの方がずっと価値があるように見えていたらしい。コンハブ選手は世界の観客の真っ当な感覚の評価を受けられる立場になりました。その期待と結果が東京ドーム公演のチケット争奪戦でありディズニープラスでの生配信であり、香港、台湾、韓国でのライブの決定です。正しく美しく。 心に響くものはジャッジより解説者より観客が分かっています。海外にも多くのファンがいるハブ選手。香港、台湾、韓国でのライブ開催、おめでとうございます。一人でも多くの見たいと思ってる方へのギフトですね。一体どれだけの人々が見ることになるのか。すごい人数になりますね。ハブ選手のフィギュアスケートの魅力って、国関係なく伝わるんですよね。言葉は通じなくても、 美しいものは世界共通。嬉しいです。東京ドームでの単独アイスショー、どんな構想を練られているのでしょうか。ミキコさんの演出プロジェクション、マッピングと、音楽監督は武部さん、本当に素晴らしい方々が携わってくださっていて、とても楽しみです。ハブ選手、葬式でもあるので大変だと思いますが、体調に気をつけて頑張ってください。台湾はあるかもと思っていましたが、韓国と香港まで。 ファンは多いから、需要はあると思います。やっぱりテレビで見るのと大画面で見るのは、迫力が違います。プロローグは海外でライブビューあったのでしょうか多分日本国内でしかやらなかったと思うのですが、内容が涙が出くらい良かったので、プロローグも海外でライブビューをして欲しかったです。東京ドーム公園、日本に住んでいてもチケットが当たらない方もたくさんいて、全国83カ所でのライブビューイングが決まっていました。 昨年も確か S 賞、スショー、パオイでは初の海外、台湾でのライブが決まったのですが、チケットは即完売となり、後から上映感を増やしたんですよね。今回は台湾に加えて香港、韓国のファンの方々とも同じ時間にギフトを見れると思うと本当に嬉しいです。それにしてもすごいですね。本当に楽しみです。